師のインプットアウトプットをお話しさせていただきます。今回私はどうして手がふやけるのかについて調べてきました。手だけではなく足もふやけると思いますが、子どもたちからもどうしてふやけるのかなっていうことがあったので調べてきました。その理由としては手の、皮膚の皮には層がたくさんあるんですけれど、その一番外側の角質層というところが他の体の皮膚よりも10倍厚いそうです。その分厚い分水分がたくさん入ることによってシワシワになって手がふやけることになるそうです。また他にも爪があることも原因だそうです。他のお腹とかの皮膚には水分が入っても伸びる時に他にこう伸びるのでそのシワシワにならずにいるんですけれど、手は爪があるので爪を押してシワシワになるそうです。はい、でまた他にも調べているうちに面白いことがあったんですけれど、人類の進化によってそのふやけるということにもなったそうです。水辺で暮らしている時に水の中でその普通の皮膚だと滑るためにふやけることで滑り止めになって、その人類の進化で今にも残っているということがあるそうです。ぜひお家でもお子様にお話ししてみてください。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。